始めからだな。どこ？どこにいるの？見える姿が。みんな来てくれたんだね。そうか、もうすぐ、もうすぐ会えるんだね。私のお友達。まだなのか、ハヤテ。はい、多分。ここですね。ではお願いします、ハヤテ君。うむ、ご苦労だぞ、ハヤテ。電気のスイッチはここだったかしら。ねえ、それはいいんだけど、一体何なのここって。ああ、私がご説明します。この三千院邸はその時々で増改築を繰り返していましたから、敷地内に作られたまま忘れ去られた建物や部屋が数多くあるんですよ。そういうわけなのだ。ですから私は時間が空いた時には散策しながらそれらを地図にしているんです。で、今日は気が向いたから私も一緒に来てやったと、そういうことだ。つまりおまけやな。ふん、しっけな、おまけではない。ほら、見てください、地図はここまでできてるんですよ。では始めましょうか。始めるって何をですか？ここのお掃除ですよ。この広い三千院家の全ての部屋を探し当てて地図を作り掃除をする。それが三千院家のメイドとしての私の使命なのですから。ほとんど冒険家やな。でも楽しそうだよね、とっても。私も冒険してみたいです。で、一体ここは何の本をしまっとるんや？昔聞いたことがあるようなないような、屋敷のどこかに世界各国の危険な書物が集められたヤバい書庫があると。例えばだな、近くの本棚から一冊本を取ってみると。なになに、 V 作戦操縦マニュアル、著者なんだか面白そうですけど、それって危ない本なんでしょうか？まあ、大人の事情としてはある意味でヤバい本やな。で、それよりもだな。ん？なんや？なんでお前たちまでここにおるのだ？サクヤとイスミはまだしも、ひなぎくにハムスターまで。確かにお邪魔してるけど、ハムスターはひどいんじゃないかな。何言うてんねん、ナギ。こんな楽しいことをみんなで楽しまうともったいないやないか。うちも三千院家のお屋敷の地下にはずっと前から興味があったしな。揃いも揃って暇を持て余しておるのだな。
まあまあ、せっかく来たんやし、探検ぐらいせんとそうやないか？なあ、いすみさん。はい、私、探検には興味があります。まあ、せっかく来たんだし、何か面白い本でもないか探しに行くのもいいかな。ね、あゆむ。ひなさんと一緒なら。ハヤテ、お前はどうするのだ？それを言うなら執事の鏡や。それやと、ハヤテが執事の飾りもんみたいに聞こえるやないか。じゃあ、行ってくるぞ、ハヤテ。片付きましたね。ハヤテ君、そちらはどうですか？ハヤテ君、二人。あら、こんなところにテニスに関する本が。ずいぶん古いみたいだけど。って、そういえばみんなはどうしたのかしら。3人。あかん、うちとしたことが迷ってしもうた。まあ、ええか。このインカ文明やユカタン半島のお笑いの歴史が読めるってだけで本望や。4人。迷ってしまいました。この本、猫の生活イースター島編。5人。やだやだよ、こんなの。昔の少女漫画ってどうしてこんなに悲しいお話が多いのかな。でも、たくさん泣いたらお腹が空いてきたかな。そろそろ戻ろっかな。やっぱりもう一冊いいかな。6人。Thank you.
た。あなたなのね。私の友達。そうですよ。ちょっと目を離したら颯くんが倒れていて、凪が見つけてくれたんです。別の部屋だと？頭でも打ったのか颯。だらしないぞ颯。やっぱり私がいなきゃ颯はダメなのだな。こらこら、何言っとるんや自分。ずっと、はやてーはやてーって心配しとったやないか。とにかく、みんな集まったことだし、ここから出るぞ。もういいだろう、マリア。ええ、次に来た時は、もっと本格的に掃除しますから。なんだじゃないだろう。倒れてた時からずっと手に持っていたぞ。なんだかずいぶん分厚い本ですね。それに古そう。おお、革張りのハードカバーやないか。結構値が張るんやないかな。なんだか本全体から強い思いを感じます。へえ、とっても大切にされていたみたいね。なんだこれは。人は夢を見る。私も夢を見る。夢とは何？人々の希望が作り出すもの。だとしたら現実とは何？人々の絶望が作り出すものなの？ならば、私はたゆったを夢と現実の狭間で。この本の中ならば、私の願いは叶うのだから。これは夢を見る本。この本を開く者もまた大いなる夢を見られるのだから。なんかすごく壮大なお話みたいね。ワクワクします。とても面白そうやないか。それにこれツッコミにぴったりやな。重さも硬さもちょうどええし、きっとええ夢見られるで。よし、この本持って帰るぞ、早く。漫画のネタに使えるだろ。そうだな、例えばマジカルデストロイ、ブリトニーと永遠の夢、どうだ。内容が想像できるような、できんような。ワクワク。じゃあ行くか。さて、ではちょっと中身を読んでみるか。白紙？白紙ね。白紙やな。
白紙ですね。白紙だね。なんだと？さっきまでいろいろと書いてあったではないか。この気配、何でしょうか。これはまるで。別に何もないぞ。どうかしましたか、ナギ。なんだ、おかしいな。急に。ちょっとナギ、こんなところで寝ないでください。あれ変やな。なんや急に気持ちに。ちょっと二人とも、いくらなんでもこんなところで寝るなんて。力が。怨霊ではなく妖怪でもなく、ベッドも部屋も6人分あるから、みんなを運んで寝かせてあげてくださいね。ごめんなさい、アヤテ君。あの者たちはずっと夢を見続けるのじゃ。これでええのかえ。釣れないの、お主。先ほど会うたばかりじゃというに。
ご名答。ちと気づくのが遅いのじゃ、お主は。わちきは渡らせ御影、夢を司る者とでも申しておこうかの。あの娘たちには夢を見てもらっておる。ここにある書物は人々の夢の断片をつなぎ合わせてできたものじゃ。夢の断片を紡ぐことでそれは一つの書物となる。なかなか察しがいいの。わちきは夢をつかさどり夢を紡ぐもの。じゃが一人だと退屈での。そこで娘らが見た夢をその場で紡いでみたいと思ってな。先ほど申したであろう、わちき一人だと退屈なのじゃ。お主らはわちきの遊び相手じゃな。6人の娘を目覚めさせたくば、娘たちの夢をお主の手で完結させるのじゃ。その通りじゃ。夢が終われば目覚めるのは道理じゃて。お主も娘らと同じ夢を見られれば、娘らの夢の登場人物になれるのじゃ。娘の知り合いでなければ夢の中の登場人物になれぬであろう。あの娘らは今夢の中で主人公となっておる。6人つまり6つの夢のな。じゃが夢は万華鏡のごとくめくるめく変わりゆくものじゃ。ともすれば物語そのものが終わらなくなることさえあるやもしれんの。永遠に目覚めぬということじゃ。わちきはそれでもよいがな。ではやることは一つ、お主が夢を終わらせるのじゃ。さすればあの子らも気分よく目覚めるであろう。主は男であろう。女子を不幸にする結末がお望みかえ。その息じゃ。それでは始まり始まり。この一冊一冊がわちきの作った物語、そして娘らの夢じゃ。安心せよ、この書庫の中のいずこかじゃ。無論その方がわちきが楽しめるであろう。見つけた本を読み娘のところに持っていくのじゃ。本が娘の夢の物語ならお主も同じ夢を見られるであろう。お主の働き楽しみにしてるぞえ。